茨城県警の刑事さん。ええ、そう。電話ボックスで会った時、あなたに明かさなかったかしら。何のことかわかりません。レナ、あなたとは一度も会ったことないです。ふん。する気か。まあいい、それならすぐにボロが出る。じゃあそういうことにして。と言っても私の方は全くの見ず知らずじゃない。あなたを取り調べた少年係の担当は私の友人でね、いろいろと話は聞いているわ。この間合いなら抜き打ちでもやられたりはしない。何のご用ですか？その言葉そっくりあなたにお返しするわ。雛見沢に住んでいるあなたが何の用があってこの柿打ちに？どうしたの？それとも私が先にあなたの質問に答えたらあなたも答えてくれるのかしら？レナはただ友達に会いに来ただけです。その帰りにこの公園に寄って。なるほど、茨城時代の友達。尾崎渚さんにかしら？尾行されていた？どこから？尾崎さんに何の用だったの？別にそんなの刑事さんに関係ないじゃないですか。もう夜も遅いので帰ってもいいですか？待ちなさい。この人、本気だ。未成年の深夜徘徊に対しては警察官の任意判断で
歩道を執行する権利が認められている。今の時間、そしてこの町の慣習から考慮しても余裕でアウトね。え？それと一応言っておくけど、ここで逆らえば公務執行妨害もプラスされる。おとなしく言う通りにした方があなたのためよ。この子、本当にあのリュウグウレイナなの？バカさん。一体どっちが本当のリュウグウレイナなんだろうか。とにかく一度署に来てもらえるかしら。あなたの親御さんにも連絡しないとね。どうしてですか？レナ何も悪いことなんてしていません。親にもちゃんと言ってきたし、もう家に帰るつもりでした。不良みたいに決めつけないでください。決めつけか。でもあなたにその心当たりがないとは言わせない。前科ありってのはね、子供大人に関係なくそういうものなのよ。な、こういう場合、普通の子なら注意で済むわ。でもあなたの過去を知った警察官ならほぼ間違いなく調書を取る。そうなれば親だけでなく今の学校にも連絡が行くのよ。自分の軽率を理解しなさい。
して。え？どうして警察の人は、レナのことそんな風に悪く言い続けるんですか？これでもレナは、私はいっぱい反省して、後悔して、生まれ変わろうと、やり直そうと思っているんです。前に壊した幸せは、取り戻すことなんてできないけど、だったら違う幸せを見つけよう、そして今度こそ大事にしていこうと、一生懸命に頑張っているつもりなんです。なのに、どうして警察の人は、それを分かってくれないんですか？それは、それとも、まだ足りないんですか？反省して、罪を償っているように見てもらえないんですか？だったら私は、どんな罰を受ければ納得してもらえるんですか？それとも、私にはもう、幸せになる権利なんてないんですか？わかっています。私が傷つけた友達、迷惑をかけてしまった人たちは、もっともっと苦しんで、悲しい思いをしているんだって。自分でめちゃめちゃにしておいて、知らん顔で逃げてきてしまったことは、卑怯で恥知らずな最低の行為だって。今さら謝っても、もう遅い。誰も許してくれない。そして何かあったら真っ先に疑われる。どんなに言い訳しても、簡単には信じてもらえない。竜宮さん。でもだったら私はどうすればいいんですか？私が壊したガラスのように粉々になればいいんですか？私がひどいことをした友達と同じ傷を負えば納得してもらえるんですか？それなら、なんでそうしてくれなかったんですか？私、これでも犯した罪と同じ罰を受けるつもりでいたのに。なんで？なんで？でも、そうじゃない。そうじゃ、なかったんだ。竜宮さん。あの子が憎いとか悔しいって気持ちはすごくあるけど、でも、やっぱりあの子のことを信じてあげたい。そして今度こそ、私は自分にできることをしたい。言い合って、ぶつけ合って、最後はあの子を許してあげたい。それが、私の本心です。ごめんなさい。はっ。カッとなって、ひどいことを言いすぎた。あなたはもう、十分に罰を受けたのに。
それに追い打ちをかけるようなことをしてしまった。本当に、ごめんなさい。尾崎渚さんに会いに来たのね。はい。この一連の反応、演技とはとても思えない。渚さんとはちょっとした知り合いでね、あなたに会いたがっていたわ、とっても。え？相談に乗ったこともあるの。あなたから電話をもらったこと、すごく喜んでいた。渚ちゃんが？渚ちゃんはこの人のこと。だからね、私はあなたに対して彼女以上に怒りを感じていたんだと思う。こんなに優しくて友達思いの渚さんと一方的に関係を断っていなくなってしまうなんてひどい子だって、あなたのことをよく知りもせずに、勝手にそう思っていた。そのせいで、最初からマイナスの印象を持って、あなたに話しかけてしまった。ごめんなさい。刑事さん。謝りたかった。え？本当は、すごく、謝りたかったんです。ひどいことをして、渚ちゃんのこと、いっぱい傷つけて。あの子の大好きだった男の子を、バットで何度も殴って大怪我させて、学校内で暴れ回って、あの子が泣いて止めるのに、いっぱい、ガラスとか壁とか壊して、めちゃめちゃにして。
で。なんであんなことをしてしまったのか、自分でもわからない。本当に何もわからないの。でも、とんでもないことをしたとはっきり理解して、それからいっぱい後悔したけど、もう全然取り返しがつかなくなっていて。誰に謝ればいいのか、どれだけ謝ればいいのか考えているうちに、もう絶対誰にも許してもらえないんだと分かったら、余計に怖くなって、恐ろしくなって、それで竜宮さん、本当は謝りたかった。迷惑をかけた人たちにすぐにでも会って、心の底からいっぱい謝りたかった。でも大好きな友達にひどいこと言われて、あんたなんか死んじゃえって言われると思ったら、私嫌われるのが、罵られるのが怖くて、だからわかるわ。その気持ち、わかりたいと思う。仲の良かった友達に嫌われるのって、本当に辛いことだしね。行きましょう、会いに。連れて行ってあげるわ、渚さんのところへ。よく眠れた？あ、私寝ていましたか？ええ、ぐっすりと。疲れていたのね。まだ着くまで時間があるから、もう少し寝ていてもいいわよ。いえ、もういいです。すみません。ずっと運転されてたんですか？まさか。一度ちょっと休んだわよ。サービスエリアに寄って、10分ほど寝て、その毛布かけてあげたの、覚えてない？すみません。ひょっとして。今の私は幸せだと思う。それはよくわかっている。でもそれじゃいけないんだ。それをみんなが教えてくれた。
から私は、渚ちゃんに会う。ごめんなさいね。学校まで休ませて遠くに連れ出して、先生には伝えなくて大丈夫？あ、はい。みーちゃん。いえ、友達がうまく伝えてくれるって、父にもその子の家でお泊まりして学校に行くって話しましたから。そう。考えすぎかな。むしろ花田くんと連絡が取れなかったのが手落ちだったかな。何？どこへ連れて行ってくれるんですか？もうすぐ東京だって。言った通り、渚さんのところよ。電車だとちょっと行きにくい場所にあるからね。平日に押しかけて迷惑じゃないでしょうか。渚ちゃんにも都合があるだろうし、それに学校だって。大丈夫よ。あなたのことずっと待ってくれているから。ずっとね。着いたわ。やはり。特に、なしです。無関係を装うというよりも、無関心って感じでしたよ。さあ、竜宮さん、行きましょう。辛いかもしれないけど、しっかりして。彼女もきっとあなたのことを待っていると思うから。
ここよ。そうだ。え？そうだ！竜宮さん、なんで、なんで渚ちゃんが、どうして渚ちゃんがこんなことに、教えてください、刑事さん。病気ですか、事故ですか、それともまさか、まさか。事故よ。帰宅途中で車にひかれてね。謝りたかった、渚ちゃんにずっと謝りたかった。ずっとずっといつか謝ろうって思ってた。ひどいことしてごめんなさい。ひどいこと言って黙っていなくなって、それにあの後何も話せなくて、それから勇気出して、いっぱいいっぱい勇気出して電話して、出てくれた時、お話ししてくれた時、すごく嬉しかった。会ってもいいって言ってくれて、もう一度会ったらどんなことを言われてもいい、どんなことされても、たとえ殺されたって、そう思って、そう覚悟してでも、私は渚ちゃんに会いたかった。なのに。
竜宮さん。ケイジさん、私はどうしたらいいんですか？え？私はもう許してもらえないんですか？どうやったら私、この罪を償うことができるんですか？それは。死刑になればいいんですか？みんなにしてしまったことと同じ報いを、この体に受ければいいんですか？犯罪者はいつまでも、何をやってもずっと犯罪者なんですか？私、もうわからない。どうしたらいいのか、何をすればいいのか。もう、わからない。そんなことは、ない。竜宮さん、これを読んで。これは、なぎささんが最後に私にくれた手紙よ。あなたにだけは読んでもらいたいの。なぎさちゃんが、刑事様、先日はいろいろと私のためにご尽力いただきまして本当にありがとうございました。あの後何度かお電話を差し上げたのですが、タイミングが悪く、その都度外出中とのことでしたので、お手紙をお送りすることにしました。実はご報告があります。先日レイナと電話にて話をすることができました。それも信じられないことに、私からかけたわけじゃありません。レイナからかかってきたんです。でも、私にはあまりにも突然すぎて、それに、レイナもなんだかぎこちない感じで、お互いに何から話していいのかわからず、結局、あまり会話できなかったのが残念でしたが、それでも一度会って、お互いにゆっくり話をしようということになりました。なぜ、あんな事件を起こしてしまったのか。なぜ、何も言わずに黙っていなくなってしまったのか。そして今、お互いどんな思いを抱えて暮らしているのか。そのことを、会った時に思い切ってぶつけてみようと考えています。もちろん、そのことで、私もレイナも、過去の傷をさらに深めてしまうかもしれない。そして、ひょっとしたら、やっぱり会わなければよかったと後悔するかもしれないという不安は、今でもあります。でも、私はやっぱり、レイナと話をすることから始めたいんです。食材とか懺悔とか、そんなものはもういらない。何もかも打ち明けて、話して、ぶつけ合って、それでもレイナが私の友達でいてくれるかを、私はあの子に尋ねたい。そして私も、今度こそ本当の意味で、あの子の友達になれるかを確かめたい。だって、私は今でも、レイナのことが大好きだから。レイナのせいで悲しいことも味わったけど、彼女との楽しい思い出も間違いなく、たくさんあるんです。その思いを、
私はあの子に伝えたい。そしてあの子が表に出せなかった悩みや苦しみを受け止めてあげたい。あの子が昔私にそうしてくれたように。会った時あの子は笑ってくれるかな。話す時の癖はまだ残っているかな。いろんな不安だらけだけど、でもそれと同じくらい期待もあります。だから私は信じてレーナと会ってきます。そして刑事さんにいい報告ができるよう頑張ってきたいと思っています。結果は後日お電話にてご報告します。もしお忙しくてまた連絡が行き違うようでしたら、自宅の電話番号を書いておきましたので、お手すきの時にでもお電話をいただけましたらとても嬉しいです。それではまた。今度お会いできた時には園芸部で一番綺麗なお花を持っていきますので、楽しみにしていてください。尾崎渚。渚ちゃん、渚ちゃん。私もずっとずっとあなたに伝えたかった伝えたかったのに。きっと伝わっていたわよ。渚さんはあなたの大切な友達なんだから。大丈夫？竜宮さん。はい。罪を償うのはね、忘れないことよ。忘れるのが一番いけないんだと思う。だってそれを忘れてしまうと、あなたは自分の過ちがどれほどひどいことを引き起こしたのか反省する機会を失うから。だから罪を忘れないでいなければ、その間違いを償うためにもいいことをしようって常に強く思うことができるはずよ。そして忘れないためには、あなたは生きなさい。いつまでも精一杯、そしてあの子の分まで幸せになりなさい。私にはそんな資格ありません。むしろ私なんかなるのよ。ならなきゃダメ。でなきゃ、渚さんはあなたを不幸にするために生まれてきたことになる。大切に思ってきた友達の生きてきた時間と思いを、そんな風に無駄なものにしても
あなたは平気なの？竜宮さん、もしそれでも心が咎めるというのなら、あなたは他の友達のために、その幸せのために、もっともっと頑張りなさい。そしてもう二度と今日のような後悔をしないために、伝えるべきものはちゃんと伝えて、自分は一人じゃないって信じる勇気を持ちなさい。それで償いができるんですか？亡くなった人がどう思っても、その友達があなたを許すわ。自分のために頑張ってくれた優しいあなたを認めてくれるわ。そして私もあなたのことを許してあげられる気がする。ね。はい。帰りましょう。立てる？はい。いた。ごめんなさい、私。ああ、いいの、気にしないで。怪我しちゃったみたいね。ちょっと待ってて、絆創膏を。何？どうしたの、竜宮さん。その薬、まさか。やっぱり、これ、PC。どうして刑事さんがそれを？知ってるの？この薬のこと。この薬、私ちょっと前まで飲んでいました。それで。どうしたの？竜宮さん。これのせいで私、いつも急に自分がわからなくなって、あの時もこれを飲んで、それで。あの時。まさか、それって茨城の傷害事件で？竜宮さん。はい。ちょっとこの後寄り道してもいいかしら。あなたの力が必要なの。お願い。